1ベルだぞ用意は良い子あれ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 おかしいなエリカさんどうしたのですかはい私の黒猫衣装の耳が1個しかないんですよおかしいエリカもうすぐ本番だよ大丈夫なのまあ、いざとなったら片方の耳をネズミさんにかじられた猫ダンスをすればいいですね良いわけがなかろうきちんと探したのかま、ないものはしょうがないだろう… どうせエリカのダンスだ。耳があろうがなかろうが、大して変わりはしないしよ。それもそうですね。何を納得しておるのだそれにロベリオそなたの出番はエリカの次だというのに、なぜまだ着替えておらんそんなの私の勝手だろう。しかも楽屋で酒とは、なんと不謹慎な苦しいヌ、今はエリカさんの猫耳を探さないと。ああ。 <laughs> とりあえずウサギさんの耳ならありましたけどそれ僕がマジックショーで使うやつだよ返してくださいよダメロベリアいつまで酒を飲んでおる早く着替えんかはいはいわかりましたよったく <laughs> こんなプロ意識のないものと私が同じステージに立たねばならぬとは情けないでも ロベリアさんのステージはお客様に好評ですよそんなことは分かっておるねえねえ今日もエビアン警部来てたよそれも一番前の席なんとまあ物好きなお子様には分からない大人の魅力ってやつさしかしいい加減サフィールはあたしだって気づかないものかねあの警部も恋は人を盲目にさせると言いますから <laughs> いい迷惑だぜ、ったく猫耳みみさん猫耳みさんどこですかしょうがないのでメルさんかシーさんに借りに行ってきますあっちょっとエリカ待ってよそのお尻はいエリカその衣装にくっついているものはなんだはあこんなところに猫耳が <laughs> 予備の耳があってよかったエリカラッキーですまっ 人騒がせない奴だエリカさん、もう出番ですよはいはいそれではエリカフォンティーヌ行ってまいりますエリカさん、そんなに慌てるとまた頭ぶつけるよええ痛 <laughs> ーいったく、どうしていつもこう慌ただしいのやらそれが、シャノワールの魅力ってやつじゃないのかい <laughs> とにかく、今夜も張り切っていきましょううん はいはいよろしくお願いいたしますそれではシャノワールのショーの開幕です